さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩二そこまで言うかザライブツー2 11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日です。昼と夕方の2回公演です。ゲストにはコージーアップコメンテーターの方々も登場いたします。11月16日土曜日、昼公演は午後1時開演。参議院議員、青山茂春さん、ジャーナリスト、長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家、牛尾正人さんをゲストに、外交安全保障について考えます。 11月16日土曜日夕方公演は午後5時開演。こちらには評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋洋一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに日本経済の行方を読みます。

朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です いやくしゃみが止まんなくてねそうなんですよね飯田さんもうずっと会社の中でくしゃみしてますよね昨日もくしゃみをずっと続けてたらさ、はい、なんか会社周りにいた女の子たちみんな俺のくしゃみを聞いて笑うんだよ <laughs> 私もあのね熊谷アナウンサーもみんなで笑っちゃったんですけど、うん、飯田さんのくしゃみって結構独特で、うん、男性のくしゃみってイメージなんですけど「あっくしみ!」たいなイメージあるんですよ、うんうん、え俺もそんな感じじゃないの、うん バスみたいな <laughs> いやちょっと待った <laughs> 犬かそのんか大型犬のくしゃみみたいなあそうなんか不思議なくしゃみなんですよ、ね、いや確かに昔からいろんな人にさいろんな形容されてね、はい、あのひ他の人にもあのウルトラマンがシュワッチって言ってこう地球から出ていく時の音がするとか <laughs> あくしゃみがそうそうそう不思議なんでもそれだけくしゃみがなんかあの周りも本当咳をしてたりとかそういう人も多くてであの子供が保育園に行ってるんですけどなんか保育園でもくしゃみ 神とか、あと、お腹が緩くなっちゃう子が多いって言って。この季節の変わり目、やっぱりね、ちょっとそういう人多いみたいなんですが。うん、今日も、お、十六点三度か、有楽町は、はい、ちょっと冷え込んでる感じなんで、お気をつけいただきたいのと。はい、それから、週末に向けては、これから天気が悪くなるということですね。そうなんですよね。今日、まずですね、南部ほど雲が広がりやすくなっていまして、夕方からは沿岸部を中心に。ところどころで、雨が降る予報になっています。うん、で、えっ、ー、と、明日金曜日と土曜日ですね、ともに、あの関東。 東京地方は傘マークがついています,です、ね、で現在ですね埼玉の南中部南西部北西部茨城の県北地域に洪水警報が引き続き出されていますので、うん、あのこの間の台風19号でですね氾濫があった川の近くにお住まいの方ですとか、うん、引き続き警戒していただければと思いますまあこれだけ冷え込んでくるとね避難所にいたりなんかすると、うん、あるいはこう1階が水浸しでというとそこびえしたりなんかしますからね明日は最高気温東京地方自 7度の予想と寒いな。ね、いきなりね、ねぐっと寒くなりましたね。えー、台風の爪痕本当に深く深く残っております。これについてまた次世代でも詳しくお伝えしていければと思っております。 さあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官各社入ってまいりました台風についてま市街地の浸水はほぼ解消したというのが読売新聞の一面え一方で朝日新聞の一面は避難4200人長期化の恐れということそして毎日新聞は台風の死者60歳以上が7割と災害弱者しわ寄せというふうに書いておりますまあ、昨日郡山市をねえ一昨日郡山市を取材しまして昨日リポートをしましたけれどもまあそこでも その老老介護の現実であるとかっていう話をしましたが、えー、確かにねこの災害弱者の方々に幸せがいっているというところはこれから考えていかなきゃならないところだと思います。えー 交通の関係も影響でとりまして北陸新幹線は長野と上越妙高の間運転を見合わせ東京長野間折り返し運転です JR 中央本線は高尾大月間当面運休と土砂の流入コンクリート壁の崩落が発生しているということです高尾大月間は10月18日金曜日明日の再開を見込んでおりますけれども、えー、高尾と相模湖駅の間再開しても1時間に1本程度の運行と。 シャトル運転となる予定と相模湖から小淵沢の間も運転本数は非常に少なくなる見込みだということです。 それから横須賀線は武蔵小杉の駅今もホームのエスカレーターやエレベーターは使用ができないとなっております、えー、京王の動物園線、えー、昨日午前10時34分運転を再開しましたが早朝夜間は運行当面見合わせという,ふうになっております、まあ、あ台風について後ほど今日のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんとも7時台深めていこうと思っておりますさあそんな中ですが、まああ 国内のニュースはどうしてもこの台風についてというのがかなり多く報じられることになるんですが、えー、国際面を見ますといろいろと動いております。まず香港に関して、えー まあ、アメリカの法律香港人権民主主義法案というものが、えー、下院で可決されました、まあ、上院で可決されそして大統領が署名をすればこれが成立するということになります、まあ、あの一国二制度が機能しているかどうかあの朝日新聞は検証法案なんて書き方をしているんですが、まあ、実際にはです、ね、そのデモ隊に向かって、えー、無体な行為をしたあるいはそれをこう命じたというような人たちにはもう制裁を課すぞというようなことまでが記されていると。 まあいう法案です、まあ、そ,そういう意味ではですね、まあ、北京中央もそうだし、えー、香港政府の方のトップの林ン・月イ・がキャリー・ラム氏をはじめとする人たち警察のトップなども含めて、えー、広範囲にこう網をかけた圧力をかけようじゃないかというような法案でもあるので、まあ、検証法案というのはちょっとあまりにマイルドすぎるんじゃないかという気もいたします。えー、それからそのア,メリカではアメリカ民主党のの大統領選の立候補 予定者たちのテレビ討論会というものが行われました、まあ、これね、ね、えー、今は共和党から出たトランプさんが大統領ということなんで共和党はまあこのまま行くとトランプさんの2期目とそれをかけて戦うということになりますで民主党の方は対抗馬を立てるということで、まあ、いろんな人たちが今まだ手を挙げているという状態なんですが、えー、今までずっとそのーレースのトップを走ってきたのがジョー・バイデンさんという、まあ、副大統領だった人オバマさんの時の副大統領 でえー、今、めきめきとお頭角を現してきているのが、えー、エリザベス・ウォーレンという人、まあ、この人、もともとは学者さんなんですけれども、まあ、あの経済学者でもあってそして あの弱者であったりとかあるいはえアメリカの場合はえ日本と違って国民皆保険ではありませんからえそれえまあ金持ちは保険かけられるけどお,お金の少ない人はなかなか保険がかけられなくてそうすると手厚いえ介護だとかあるいは医療を受けられないというような現実があるので国民皆保険をやろうじゃないかというようなことを主張しています、まあ、同じようなことをもうちょっとさらに左派のサンダースさんというねえ人も主張しておりましてえーこの 3人が、まあ、トップ集団というような形だったんですがなんと3人とも70歳以上というようなことで、えーまああのー、サンダーさんなんかバーニー・サンダーさんなんかは、えー、この間ちょっと心臓の発作があったりなんかして選挙戦から少しいい休憩を取ったりなんかしてたんで、えー、大丈夫か健康的にはみたいなことも言われているんですが、えー、この3人の中でウォーレンさんが非常に今、えー 支持率を伸ばしてきまして、まあ、あの結構トップに立っているぞなんていう、ねえー、調査も出てきております、でこれを実は北斎園でいるのは、えーなえー、トランプさんなんじゃないかというような分析は結構あってですねというのもバイデンさんという人はもともと中道の左派ぐらいの感じの人で、まあ、幅広く支持を得られそうだというふうに言われてました。でその上、まあの上、ー、この人 ジーンズ履いて、えー、それこそお群衆の中にこう分け入っていって一緒にビール飲むみたいなことができるというお高く泊まってるところがないなんていうふうにも言われていて結構こう気さくなやつだというような、えー、イメージなだそうなんですアメリカでは。で,で一方でサンダーさんとかオーレンさんとかっていうのはまと、あ、も学者さんだったりとか上院イ長く勤めてるっていうのもありそして、あのー、どちらかというと、えー、左派的な 政策を打ち出すところが多いんで,で、まあ、中西部とかにいるですね、まあ、いわゆる普通のアメリカ人からするとちょっと左派的すぎないかともっと自己責任で俺たち今までだってやってきたじゃねえかよというような人たちからするとちょっととっつきにくいところがあると。でところがですね今あの 民主党の中の予備選を勝ち抜くためにはどちらかというとその左派的なです、ねえー、主張を強めないことには受けないと,でところが左派的な主張を強めて民主党の中で勝ち上がってくると今度、大統領選で全国,全国民を相手にしたときにはなかなか中間層に受けづらいとでそこでバイデンさんというのはちょうど両方のいいところを取れるんじゃないかと言われてたんですがバイデンさんが失速してきた。そうなるとお キングステートと呼ばれる。まあ、中西部のですね、えー、民主党なのか共和党なのか、どっちに転んでもおかしくないよって。ところでトランプさんが優位に立つんじゃないかというような分析もあります。まあ、いずれにせよ蓋を開けてみないとわからないんです。けれども、一番国宣伝のは共和党な。かんずくトランプさんなんじゃないかという見立てもあります、えー、ご意見もお待ちしております。cozy コージーアットマーク1242ドットコムです。 6時23分です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。いやー、オリンピックのマラソン競歩、札幌っていうのは、やっぱいろんなメールやツイッターいただきますね。はいえー、採用が馬月さんは川口市の方、選手ファーストを考えるといいかなと思います。うんえー、それから安幸さん46歳、えー、横浜、江北の方ですね。 えー、8月の平均気温、東京は最高31度、最低24度、これより5、6度低い上に湿度が少ない札幌なら良くなるのは当然、至極のことですよね、出発やゴール地点以外は行動ですし、個人的にはこれでいいんじゃないかと思います。うん、まあ一方で、えー、大田区池上の金魚のリーちゃんさんは、えー、チケット取れなかったんで、マラソンだけは直接応援できると楽しみにしていたのに<ー>と。 えそれから飛び鉄鉄之助さんは大田区の方、えー、もはや東京オリンピックと呼べなくなっちゃうんじゃないですかとまあほ、ねまあ、他にもね、えー、サーフィンが千葉であったりとかあるいはヨットが確か神奈川でしたよねそうでしたねとかもあるんで、まあ、東京オリンピックと言いながら東京以外ではすでに予定はされてるんですが花形のマラソンまでとなるとね確かにそういう気持ちにもなるかもしれません。えー、それかからららこちらはあ根巻さん横浜緑区の方、えー、今から開催場所 入るとチケット取れた人はどううするんだろうとえーえー、ツイッターではですねいやそりゃエアにね飛行機にしろ新幹線にしろ出してくんなきゃ困るよというようなねこれ取れた人なのかなう、えー、そういうようなご意見もあるんですがそもそも振り返ようっつったってさじゃあ丸山競技場の席数と例えばですけれどもそうですよね,ね国立競技場だと席数全然違うぞとかね。 やあるいはあの北広島に新しく作っている札幌ドーム間に合うのかみたいなねそういう,こうインフラ面とかもね、えー、どうするんでしょうそれからもう一つ、テノンさんという方ツイッターでいただいてるんですが冬季オリンピックに確か札幌ってすでに立候補してますよねそう,そうなんですよねこれで夏季のオリンピックやったからっていう理由で札幌開催不利になったりしないんですかという<ー>なるほどね これはいろんな論点が出てくるかもしれませんが、ご意見をお待ちしてます。CO、cozy コージーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ、今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。鈴木さんにメールをいただいてましたね。<え>重明さん葛飾区五十一歳マッサージ鍼灸師の方、はいえー。セブライオンズについて。プロ野球。 クライマックスシリーズ残念でしたね残念だったただ日本シリーズ出場はホークスですよね、はい、九州ご出身の鈴木さん、うん、ホークスに対する思い入れってないんですか あのねこれはもうあの実はやっぱ僕はもうじいさんだから <laughs> 西鉄ライオンズの栄光なんですね、はい、でだからライオンズなんですよはい<ー>別に西武埼玉にいようがね、うん、これは北海道にいこうがライオンズとつけば、はい、それを応援するんですよねやっぱ血が燃えると福岡のこのルーツっていうかね、うん、なるほどだからあ,のある意味ではね今度のクライマックスシリーズホークスターライ,ライオンズっていうのははい 福岡決戦だったんですよ。僕に忘れ。そうか。両方とも。福岡だから、ここはね、ラグビーと同じフェアプレーでね。これ、あの、ホークス勝ったでしょ。もうよし、今度はホークスがジャイアンツをやっつけ。そうだ。ね。あ、そうでしょう、阪神ファン。これがね、だから、今はもうホークス頑張れですよ。福岡なん。です福岡なのね。勝ったこと言ってますね。いよいよ、今週末決戦です。 10月17日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございます、はい、おはようございます,います鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです IOC が東京オリンピックのマラソン競歩について札幌開催検討を発表 IOC 国際オリンピック委員会は16日東京オリンピックの暑さ対策として陸上のマラソンと競歩の開催地を札幌で検討すると発表しましたオリンピック期間中の気温が東京に比べて5度から6度低いことが理由とのことです えー、中東カタールドーハで今月6日まで行われていた世界選手権を見てというのが、うん、かなり、ねえー、多かった。 多様ですね、えー、これいろいろメールやツイッターでも、ねえー、いただいておりまして、えー、金魚のもんちゃんさんは八千代市の方え、北海道開催ですかとなるとスタートの合法って誰が行うんですかね、東京都知事と北海道知事が手を携えて仲良く用意どんってなるんでしょうかと、うんえー、それから東京横浜港北区の哲則さん57歳の方。えー、これ 東京オリンピックマラソン札幌開催あの瀬古さんや高橋尚子さんなど専門家の方や MGC で権利を得た4人はどう思ってるんでしょうかねというようなこともい,ただいておりまだ今、取材の途中ですが、はい、あのつまり IOC から、まあ、JOC、ねはい、とか例えばあの、まあ、組織委員会の。 森さんとかね、森会長とか、やっぱりこう事前にまあ話は IOC の方から入ってきていたようで、要するにオリンピックの,あの例のチケット、あれは二次募集、補欠募集、なんて言ったかな、あれをちょっと時期をずらしたりしてたでしょ、この辺でまでもうすでに情報が入ってきて、どうしようかというふうなあのことを。 まあ、考えてたんじゃないかという、ね、あのことですねだけどこれやっぱり実はその東京都の,このオリンピックの準備をしてる幹部がね、はい、都の職員ですけど、ええ、ちょっと聞いたら、はい、やっぱりこの IOC のかなり強いこう まあ、決断じゃないけど、うこう、意向があるんでね、<ー>なかなかこれをじゃあひっくり返すっていうのはね、はい、難しいかもしれない。で、まあ、東京都一生懸命やったんですよ、暑さ対策をね、まあそうですね。いろんなことやって、でもね、まあ確かに成果があまり出てなかったのは出てなかったんでしょ、うでもう最後の取りではそのしう、その、スタートの時間を、はい、朝早くにずらすとか、うんその、涼しい時間にするって、もうこれがもう最後の手でしたけど、う これもなかなか、うまくいくかどうかわからないというようなこともあった。だから、ええ、うん、ってこう、まあ、非常に頭を抱えている。ただね、これ準備してきた人たちからすれば、おいおいっていうのはあるし。おいおいね、それと、僕はもう一つ思うのは、やっぱり、こう、いろんな切り口あるけれども。ええ、これを決める決め方がどうだったのかってことなんですよね。これ、だから、I. O. C. が何でもそうやって決めるんだったら。はい、あのー、じゃあ、主催しているね、えー。東京都や、はい、日本ってどうなのっていうことだし。 だからまあアスリートファーストをどう考えるかっていうことがあると思うんですよね。はいうん、暑いのが嫌だって、うん、それはそううでしょ、はい、大変だだと思うだけども実はスポーツっていうのはイコールコンディションの中で行われるだから暑さもから、うん、例えば雨もいろんなそのスポーツの環境ね、えー、これも実はスポーツアスリートがそれとどう向かい合うかっていう一つのケースではあるわけです。あまりにもそそれれは異常で危険だったらそれは 排除そういう環境は排除するけどねいろんなこれアプローチがある,るす、ねね、だけどここから計画変更ってことになると、はい、人でそれからお金、うん、いろんなものはもう相当これは変わってくるのでねまあちょっと大変なことでありますよね。ね 新庄アナウンサーはスポーツの、ね、いろいろ取材、それこそトライアスロンだとかも取材してきてるけど、ええはい、暑さ対策っていうのはどうなの暑さ対策はそうですね、日本人選手の皆さんはもう本当に覚悟を決めていて、うんうん、淡々と対策をしているイメージで、うん、アイスベストをぎりぎりまで着用するですとか、ね、ウォーターローディングするとか、うんあの、乗る自転車を冷やしておくとかですね、そういうことをしているんですけれども、その海外から来る選手がやっぱりその日本の気候に慣れていないっていう部分で、うん うん、結構、疲れたりとか危険する選手がいたりあと、感染するお客さんですよね、ねそのミストシャワーのブースがあったりですとかぬ、うん、らすと冷たくなるタオルみたいなのをこう配布されたりとかあるんですけど、ねうん、それがどこまで効果があるのかっていった部分でなかなか難しい部分あるのかなというのはかんなんか感じてますね。うんなるほど ねえまあいずれにせよあと1年ないですもんねそうですね、うん、だからこれどの視点で捉えるかっていうのをもう一回ちょっと僕ら考えなきゃいけないですよねまずは東京オリンピックマラソン競歩についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎました おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです政府が台風19号の支援として7億1000万円の支出を決定政府は昨日の持ち回り閣議で台風19号の被害への対応に関して2019年度予算の予備費からおよそ7億1000万円の支出を決定しました 安倍総理大臣は被災した自治体の要請を待たずに水や食料などの物資を送るプッシュ型支援の強化に充てる方針です昨日行われた参議院予算委員会の中での安倍総理の答弁です極めて広範囲に及ぶ今回の台風被害を踏まえ政府として被災者の生活支援をさらにきめ細かく迅速かつ強力に進めるため各省横断の被災者生活支援チームを設置をしました このチームを通じて、電力や水道の早期復旧、被災者ニーズの把握はもとより、水、食料、衣類、段ボール、ベッド等のプッシュ型支援、そしてまた、避難所生活の環境整備、被災自治体への職員派遣、住まいの確保など、必要が生じる事柄を先取りし、被災者の生活支援を政府一丸となって迅速に進めてまいりたいと思います。 総理は台風19号の被災者の医療費についても安心して医療を受けられるよう自治体に対する支援をしっかり行うと、まあ、述べまして自己負担を免除する措置を前向きに検討する意向も示しておりますこれはあのまず予備費からということ、はい、これはもう当然ですけどね、まあ、あのご存知のようにこ,のこういう災害というのは時間が経つとここにもここにも。 あの実際に犠牲になられた方の,、ねえー、あの数なんかもん、ね、あの何日かしてパッと皆さんニュース聞いて「えそんなに犠牲者出てたんだ」っていうぐらいつまり時間が経過すると、はい、あの災害っていうのはいろんなところに傷跡残してるのは分かってきますだからそういう意味では予備費でまず出すのはもちろんなんだけどそれじゃ足りない、はい、あ,のある種、まあ、補正をですね えー、組まなきゃいけないのかなという、私は気がしてますね、はい、だそういう流れにあのな,ろうなるだろうというふうに、うんあの、自民党の幹部なんかも言ってますけどもね<ー>、えー、だからそれはあ私ね,あそうですねもう、早急にこれ、手打ったのと、補正予算が通ったとしても、うん、そこから執行までって、やっぱりちょっとタイムラグがありますよね、いや,いや、多分もう下手したら半年とかね、うんうん、なっちゃうでしょ。だからやっぱりその辺はもう早急に、はい 最優先課題としてね、あのこの補正のことをやってもらいたいなと思いますよね、それとうまあもう一つ、あのこれ、いろいろ切り口はもちろんありますけれども、はいあの、とにかくその体制をまず取るということについてはね、あの今回はあ事前、そして事後も含めて、はい、あの政府の動きはそう悪くなかった。 たんじゃないかまああの山最大のポイントはやっぱり現地にね、はいえー、指揮官を派遣するとで現地のことは現地で,で現地が最優先で現地がやりたいと思ったじゃあそれは最優先でやれ安倍さんは僕は責任を取るからっていうねうそういう体制を取れるかどうかでそういう意味ではあの武田 防災大臣をね、現地に今やったりして、その辺は、あの、まあ、対応してたかなと思うんですね。で、僕は一つ、まあ、あの、あえて、こう、いろいろ、あの、指摘すればね、あの、安倍総理が、その言ってた、ま、まさにプッシュ型っていうんだけれども、こういう災害が起きた時には、 現地が、まあ、どうかわからないけどとにかくどん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 ね支援の物資例えば食料だとか、はい、今回水だとかね、うんえー、そういう例えば停電であれば電源車とかね、うんえー、とにかくどんどんまず送り込もうと、はい、これプッシュ型って言うんですけどね、うん、でこれはある意味もちろん正しい防災への対応の仕方なんだけれども、ええ、このプッシュ型という中に、ええ、実は問題が2つあって1つは 送ってもそれをね現地で処理する要するに余力ががなない人がいない人んですねあの集積しちゃってそこから最後避難所だとかいい家に配るっていう、うん、そこが詰まっちゃうでもっと言うとその例えば食料でも何でもそうなんだけどそれを管理する人間が必要になってくるわけですよ、はい、だからそ,そんなと,とてもじゃないけど職員は。 数が今いいななと地元の自治体なんかはね、はい、だからこのプッシュ型っていうのは一体何をどう送るかっていうところがやっぱりポイントになってただ送ればいいわけじゃない、はいえー、だけれどもプッシュ型で送ってもいいようなものもあるわけです、うん、例えば水とかね、はい、この前もちょっとまあ,あこう現地のレポートなんかでね、まあ、ある番組なんかでちょっと私が出てたテレビ番組でも現地からレポート入ってたけど、えー、ペットボトルの水1本しか来てないとかねあ はい、それは違うでしょうと。まあ、うん、せめて2、3本って、いや、じゃあ本数も足りないとか、うんああ、なんとかいう話になってくる。だからそういうものは、 まあプッシュ型で送ってもいい、まあ、その辺のちゃんと色分けができるかどうか、うん、それとねプッシュっていうのは何も物資だけじゃなくて僕は人でやっぱりあのこれまで災害あの飯田さんもいろいろ取材行かれてると思うけど僕もずっとそれこそ阪神大震災以降ね、うん、いろいろ行ってるけどだけどその人がとにかく足りないんですよ。はい でいろんな状況を把握するにもその例えば一人暮らしの高齢者の対応するにも、うんえー、把握するにもやっぱり、ね、出先の市町村県庁じゃないでしょう市町村のこの職員が、うん、圧倒的に足りないわけですよね、うん、だからそのプッシュというならば、はい、人も考えなきゃいけないつまり人をどう送り込むか。でその時に、ええ まあよく例えば他の自治体からの応援、はい、言われますよね。言われますね。他の自治体だって日頃忙しいわけですから。うんうんうん。カツカツしつか出てたりしますからね。らうん、ここでね、えー、一つこれ防災のまあ、うん、こう自民党の防災にを一生懸命やってるやつなんかとよく話すんだけど。はい。O B が使えないから。ああ。 自治体の例えば、経験した阪神とか阪神はかなりも時間がちましたけど例えば東北の被災地とか他にも地震があってとかいろいろあるわけですよね、そういうところの OB の皆さん、例えば60過ぎて、もう70、80の方ってなかなか厳しいけれども、去年とか年ととあとか、退職されたっていうような方。 こういう人たちのネットワークを広がる、作っておいて、うこういう人たちを要するにプッシュ型で現地に送り込むと。はい、確かに、うん、あの今回、あの自衛官に関しても、その予備自衛官とか即応予備自衛官の招集がかかったと、うん、特に即応予備自衛官って、基本的には OB の方々で、うんあの、志があって登録する形だそうなので、そうすると同じような仕組みを、ねあの、地方自治体、引退された方でとか、ノウハウのある方で、ネットワーク作っておきたいですよね。 これは一つの僕はぜひ提案をねあのこれからもしていこうと思うんだけど、うん、こういう組織って非常に大事で,、はい、でやっぱり応援がバッと入ってもね、えー、経験の災害経験のない若い人たちに例えばあの被災地を回って一軒一軒回ってね、うん、状況を把握してくださいって言ってもできないわけですよ。まあどこ見てていいいか分かかな何報告しだからそういうところでやっぱり今までその災害なんかを経験したね、うん、経験のある方だったら。 お願いしますって言った段階で、例えばもうどこに行って何をすればいいか分かるは、ね。はい。最前線でも手伝えるわけですよね。うん。だからね、こういうのを日頃から組織化しておく。つまり OB の、はい、まあなんていうかな、えー、地方公務員、地方自治体出身の OB の方の災害、 いい派遣チームみたいなねそんな,なんかあのネットワークみたいなものをね、はい、これは作っておいてもいいのかなだから今回ちょっとね,ねあのプッシュ型の中に人というものを<え>本当これまでも必ずその人が足りないんですようんそうですね、うん、で誰でもいいっていうわけでもない、はい、その中でそういう仕組みもねちょっと考えたらどうかなって私は思いますけどね。 私も郡山取材に一昨日入ったんですけど、うんえー、やっぱあの水に使かってしまった家々とかって、家具を運び出すだけでも、うんうん、例えばあのご高齢の方の家とかと、も無理なんですよ、ねそれと。じゃあ、ボランティア来てほしいなってなるけど、うんうん、ボランティアの受け入れだって、これ、行政だとか、社会福祉協議会とかが仕切らなきゃなんないんだけど、うんうん、その人がいないみたいな、ね。いやいや、それはボランティア待ってて,ってね、うん、もうずいぶんボランティアもね。 入るようになりましたよね。<や>そうですよね。いや、本当すごい、のあの、ねまあ、頭が下がるっていうかね。うん、だから、その、だけども、やっぱり、それをま、ま、待ってる間、うん、例えば、高齢者にとっての一日、一晩っていうのは、はい、まあ、例えば僕らの一晩と全然また違ってくるわけですよね。うん、その一晩で生死を分けたりするわけでしょ。うん だからやっぱり少しでも早く対応を取る人ってことになってきたら日頃から備えとかなきゃいけない、うん、何かあったからあって集めるんじゃなくてね、うんはい、その中でしかも経験豊かな OB の人たちでっていうねこの地方自治体基礎自治体の、うんうんうん 応援をする人員確保っていうね、これはね、うんうん、僕、ちょっと一つ取り組んだらどうかな、これはぜひね、ね国会なんかでやってほしいんですけどね、いやそうですね、それこそ、まあ、の平成の大合併とかがあって、うん、結構広域になってしまってうん、うんで、行政スリム化だって言われてきたから、うん、本当、かつかつでやってる基礎自治体って多いんでしょね、だから応援なんか言ってられませんって話になるわけでね、行きたいけどもちろんとそうそうそう。うん OB がいるじゃないですか経験豊かなだからねあのそれを組織がぜひしてほしいとどうでしょうかねえせっかく今まさに国会やってる最中で総理も答弁してるわけだからいくらだってその切り口っていうのはこれあるわけですよねこれは組合だって僕は協力すると思いますよああなるほどそっか職員組合とかと思いますよこの時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も鈴木さんにお付き合いいただきます 7時27分に今なりました今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて教えてニュースキーワードです一票の格差 今年7月に行われた参議院選挙で1票の格差が最大3.00倍だったため投票価値の平等に反し憲法違反だとして2つの弁護士グループが選挙無効を求めていた裁判で昨日高松高等裁判所は違憲状態との判決を下しましたなお原告側が求めていた無効請求については認められておらず近く上告する方針です まあこれ選挙が終わるともうなんか年中行事のようになってますが、全国で16件訴訟が起こって、 おりまして今回、その最初の判決が出たというところです、うんあのーまあ、またか、またかっていう感じなんだけど、えー、あのまたこの裁判かっていう感じなんですよね、その今、飯田さんおっしゃる、うん、だけどまあその、ある意味では、あしっかりとその常にこういう裁判を起こすことによって、はい、一票の重みっていうのを、毎回きっちりチェックしていくっていう、うん、まあそれはそれで必要なこととも言えるんですよね。うんえー でだけど僕これねあの実は一票の格差の時に必ずちょっと表現気をつけることがあるんですよはいで例えば今原稿なんかでもねこう皆さんの,あのニュースだとかそういう原稿でも一票の格差が3倍とか4倍とか 2. 何倍とか何倍っていう言い方するでしょうそうですねなんかこう僕だけかな僕ちょっとピンとこないんですよ格差が3倍ってどういうことかなでもねそれを僕言い換えるんですねはい つまりあなたは3倍ということはあなたは普通の一人の人間の3分の1分の人間としか認められていませんよって言われていることなんですよね。1>, はい、1票を持ってない3倍って3分の1のそういうことでしょうん、うん、僕はそういう表現を使うんですよ。票の重みとしてそそ、ね、そうそううなあなたは1人って認められてないんですよと選挙においてはあなたは3分の1人間しか見られてないんですよ。 あそういうことかって思うと、うん、これやっぱおふざけんなって話になりますよね。うん、これがやっぱり僕 のの重みっていいいういうふうううをそに感じななきゃいけないと思うんですよね、うん、で少子高齢化がどんどん進んでいって、はい、もう人口がもう一極集中もうこれ止まらない、うん、でこういう中でもう一票の格差なんていうのはもう永遠にこれからもっとスピードが増してねだからそういう意味ではね、うん、やっぱりこう選挙制度憲法の一,一票の意味と、はい それから具体的な実際の選挙制度っていうのはもう、ねうん、ちょっっとやっぱりしっかり議論した方がいい,い,いですね。で、えー、1票の格差1票ということだけで重みだけでいくと、ね、ま,ま,まさにこう5億のような、ねはい、え問題が出てくるでしょ、えー、どこの県とどこの県を合わせてなんてそうするとまあ特に参院選はそうなりまったでしょ<際>、うん、でそうするとやっぱり、えー、47の都道府県 そこ地域地域でやっぱりそのいわゆる生活や風土ね文化、はい、政治行政いろいろ行われてきてるわけだから経済もねだからそういう意味でやっぱり各県に一人はねうんあの絶対必要なこれは実態の選挙制度の議論ですよね、はい、一票の重みとは違う、えー、で逆に言うとやっぱり一つの県で一人ってことであればね その県の人たちの一票の重みってキープされるわけですだからそんなこと含めてですよ、あのうん、それがいい,といいかどうか別としても、そういう議論しないとメ、まあ、そうですよね、これ、一票の格差って、全国的に全部選挙区を比べてっていうことになると、こうやって格差みたいなことになりますけど、一方で、地域代表制みたいなものとか、衆議院はあの一票の格差をもうほ,ほぼい、ねうん、えなくしていく形にするけど、じゃあ、参議院は地域代表に変えるとかっていう。その通り 衆議院だって単純小選挙区にするのかとかね、議院は比例だけとかね、うんうん、いろいろあるじゃないですか、一票の格差だけでこだわるんだったら、うん、もう全国,人全国の選挙区にして比例代表で選ぶみたいなことをすればそうなるけど、それでじゃあバラバラの政党が乱立しちゃって、政治が安定するのかみたいな話するういう小選挙区との矛盾も出てくるでしょ、うんうん、だからね、こういうことを一回もう整理する時期に、少子高齢化の中でね、えー、来てるってそ、そういうふうにこれは捉えるべきでしょうね。うんえー まあ今後も各地で判決が出そろってそして全て出そろった段階でえ今度は上告されれば最高裁が統一判断を下すという流れになっておりますえ今日のキーワード1票の格差でしたさあそれではあ続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ 台風19号による浸水被害市街地ではおおむね解消国土交通省は台風19号による河川の堤防決壊や氾濫で浸水した面積は少なくとも2万3000ヘクタール東京ドームおよそ5000個分に上ると発表しましたそのうち市街地などの浸水はおおむね解消しましたが水が引いたところには大量の泥やがれきが残り生活再建には程遠い状況となっております えー、長野県竹馬川流域でも二十六カ所のうち二十五カ所で浸水解消ということになってきております。うん、あのまたはいこのまあ今日あたりからこの週末雨の予報でしょう。そうなんですよね。うん、だからねあのちょっと心配ですよね。うん、あの実は泥なんかではい今じゃ泥がほら乾燥する前に一生懸命取ろうなんてやってるけど回っ、ね、たそこに泥が流れ込んできたりね。えー ちょっとお気をつけいただきたいと思いますけどね。うん、まあ、これね、さまざまな被害が出ました、防災・減災とか、国土強靭化って言ってきた、ね、まあこの政権もずっと言ってきたはずなんですけれども。ああ、ね、あののま 結局例えば堤防を作ろうとかね、はいあの、強靭化で何を作ろうって言ってもあの、一晩でできるものでありませんから、うん、やっぱり時間かかって、はい、一生懸命、まあ、やってる間に、また次の災害が来る、まあ、そんなことも繰り返している部分もあるんですが、うん、やっぱりね、あの後手後手に回ってる部分も、僕は正直反省すべきところも政府あると思うんですね。うん、であのこれ後藤田正春さんっってていうねあの、はい、昔の,あの 言言われた危機管理の鬼が名言を残していていねこれ政治に対して名言だと僕は思うんだけど防災のね名言だと思うんだけど、うん、要するに災害自然災害そのものはこれは人間の力ではどうしようもない止められないですよね、うんはい、どうしようもないだけどひとたび災害がそういうのが自然災害が起きたその直後からこれは全て人災だ。うんうん 政治っていうのはそういう心構えでやらなきゃいけないって、はい、これ名言ですよね。うん、あの阪神大震災の時にそういうふうに言ったんだけども、<ー>だからそういう意味ではその今まで災害が起きている。例えば雨、こ今回のはやっぱり水が一つ、水とか川っていうのが非常に大きな、はい、あのポイントだったと思うんですけども、うん、実は1年前に西日本大水害というのが起きてますよね。 でだからこの水害というその時に起きたあの去年の西日本水害は止められないもちろん自然災害だから、うん、だけどそっから後のことは全て人災なんだからそっからあとどう対応してまあ今に備えてきたかっていうところを見なきゃいけない、うん、そうするとやっぱり備えてないところがたくさんある。特にあの バックウォーターって言われる一級河川でもこう太いバーンと幹のような流れが川があるでしょ本流みたいな、うん。でそこにこう脇から支流っていうか流れ込んできてますよね、はいうそう。本流の流れがすごいもんだから支流からその本流に流れが入ってこれなくて、はい、逆も戻しになって、うん、行き場がななくなっちゃうんですよね水がね水これがあふれてつまりこれがバックウォーター。ーはい で去年の西日本大水害の時も倉敷、はい、真備町かなここもは実はバックウォーターだったんですね。でその時に去年ちょうどだからまさにこの,、ね、あの番組でもお話したと思うんだけど、はい、その時点でね国交省なんか、えー、が中心に調べてる全国のバックウォーターの危険箇所って100箇所あったんですよ。うん去年ですよ、はい、じゃあそっから先果たしてこのバックウォータータに、えー 関してどういう取り組みをしてたのかっていう、うん、そこはねやっぱこれからちょっと検証しないといけないと思うでこの100か所の中に実は、うん、あのマークされてたものが今回、はいえー、そういう現象を起こしてる可能性もあるわけですよねうん、うん、それからその100か所っていうのもかなり大きなところのチェックであって、はい、山の中の方に入っていくともう本当にあのメインの一級河川のところに何ていうの毛細血管みたいにブワーッ流流流れてるでしょ。 どどこここもそういういい危険性があるるってことになるとなな所どこじゃないんですよね、えー、だからこういうものは果たしてちゃんとやれてたのか、うん、でここもうまさにまた今からやらなきゃいけないっていうのがつそれとあと僕は大きいのは川の管理、はい、これは川って一本なのに、えー、要するに川上から川下まで、うん、いろんな都道府県や町を流れてくるわけですよね。そこによって でその境界線によっっってて管理が変わってきちゃったりするでしょこれね一本の川をねずっとね長い川をねたどっていくとまあすごく面白いっていうのは変だけども、ええ、ここまで護岸工事がなんかきっちりできてるのに、はい、ある橋の瞬間から、うん、もう草ぼうぼうのいきなりそこに変わっていくと、はい、あれと思ったら実はそこで。 管理がが、えー、自治体が変わってたり市の境だったみたみいなそうすするんですよねだからやっぱ川っていうのはそのだからそこはもう埋め立て,てしっかり堤防作ってるとこはもう外に流れないで急流のようにザーっと一気に流れていくでしょ。ううでその先のちょっと緩やかな次の管理の自治体になって、はい、例えば堤防なんかやってないところにゆったりちょっとしたところにぐわーっと溢れていくとかね。 だから、川の一元管理っていうのかな、はい、こういう管理体制ももうそろそろねうん、うん、見直すって、一元化っていうんですかね、はい、だからそういうことが今回、反省点として、うんえー、もうすぐにやらなきゃいけないこととして出てくるんだと、僕は思いますけどねメールなどもたくさんいただいておりまして、うん、こちらはこうちゃんさん、福島須賀川からいただきました。えー 須賀川市の阿武隈川の水門破壊された現場っていうのを見てもらいたかったですと、うん、あの多分須賀川市浜尾っていうところの現場だと思うんですけど私も行きました、行きました、うんえー、市民でもまだ行けてないところが多いんです、震災で沿岸の復興に重点が置かれてますが、うん、地道に河川の護岸工事も進めることが必要でしょうねと阿武隈川はこれ一級河川だったので国が管理している、ねうん、です、ね、であのー、800億円ぐらいかけて相当、うん。 やったらしいんですがそれでも壊れてしまったところが出たといやいや、それはそうですよだからもうなんていうかなこれよしっていうのはよしっていうのはないと思う,うあとこの水門なんかは、はい、水門を閉めたりするとまたそこで溢れたりするでしょ、ええ、この水門を閉める判断っていうのは例えば国交省がやったりだけども閉めましたよっていうことをちゃんと地元の市町村とか確認しながらやらないとその後溢れちゃうわけでしょうこういうのができてないとかね、はい 川にも、ね、縦割り行政みたいなのがやっぱあるんですよだからさっき言ったまさに川の管理の一元化っていうのは、はい、ここを全部通さないといけないってことですねあの連絡とか指示の体系をねうーとかそう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 そ、えーまあ、うそ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 うお話そうそうそうそ